ブルージェミニは発展型ジェミニ計画の一つとして研究されたアメリカ合衆国の有人宇宙飛行計画。アメリカ空軍が主導する軍事目的のものであり構想段階で中止されている。アメリカ空軍は宇宙空間利用のための独自の有人宇宙計画を検討しており、1962年に入ると具体化し始めた。その中で アメリカ航空宇宙局主導で開発が進められていたゼミニ宇宙船を用いて空軍主導のミッションにおいてアジェナ標的機器との軌道上ランデブーや船外活動を行う構想がブルージェミニ計画として1962年8月に提案されたランデブーは敵正人工衛星の偵察に用いるためであり有人軌道ユニットを用いた 船外活動により大型レーダーを用いた地表捜索も行う計画であった。状況によっては各種機材を搭載し、乗員1名での打ち上げも検討されており、宇宙空間において14日間の行動が可能であることとされた。空軍ではこれとほぼ同時に有人機動展開システムという軍用宇宙ステーションの構想も持っており、 ブルージェミにはその技術会談会としても位置づけられていた。ブルージェミには費用がかさみ、またジェミに計画においても重複して技術試験が行われることからアメリカ合衆国国防長官ロバート・マクナマラは1963年1月に開発中止を決定した。モッツも同様に中止されている。なお、1963年12月には タイタン3ロケット及びジェミニ B 宇宙船を用いる新しい宇宙飛行計画である有人機動実験室が承認されている。混同されやすいが、ジェミニ B はブルー、ジェミニとは異なる計画である。ありがとうございます。